パイロットの飲酒をめぐる問題が相次いでいることを受けて、国土交通省は、国内の航空会社の社長を集めて、対策会議を開くことを明らかにしました。あす、えー、本邦航空運送事業者25社の社長等が出席のもと、運航乗務員の飲酒問題に関する対策会議を開催することといたしました。 この対策会議には国内で定期便を運航するすべての航空会社25社の社長を集め飲酒に関して管理を強化するよう国交省が指示しますまた各社から報告があった対策を共有するということです一方国交省は先月乗務前のアメリカ人の男性機長からアルコールの陽性反応が出て出発が遅れた件を受け 今日午前、スカイマーク本社への立ち入り検査を始めました。